ヒュンダイ i20 クーペ WRC はヒュンダイによって開発されたワールドラリーカー。2017年から世界ラリー選手権に参戦する。ヒュンダイのサブコンパクトカーである2代目 i20 の3ドアモデル i20 クーペをベース車両とし、2014年から2016年にかけて参戦したヒュンダイ i20WRC の後継として開発された。2017年。 ラリーフィンランド3台の I29 ペ、WRC がエントリーし、ティエリー・ヌービル、ヘイデン・パッドン、ダニー、ソルドがドライブした。中盤以降にヌービルは大幅に躍進し、4勝をマークして、絶対王者のセバスチャンをジェノガ城に迫った。しかし一方で、ヌービルは安定感を欠き、モンテカルロではトップ走行中にボンミスでリタイアするなどしたため、 安定感に優れたオジェにわずか2勝で最終戦前にチャンピオンを決められてしまった。マニュファクチャラーズでも M スポーツが3人で5勝を挙げたのに対しヒュンダイはソレドとパッドンが未勝利に終わりドライバー選手権と同じく最終戦前にタイトルを奪われた。WRC2 で浪人生活を送っていた通算3勝ランキング3位の実績を持つ アンドレアス・ミケルセンが前年ラリー・カタルニアより加入。三代目は、ソルドとパッドーンをターマック、グラベルで7戦ずつ使い分ける体制で、開幕前はチャンピオン左右翼と見られていた。果たして序盤こそ苦戦したものの、シーズン中盤には、ヌービルの活躍で前半戦の第7戦終了時点でドライバーズ・コドライバーズ、マニファクチャラーズすべてで首位に浮上し、 大方の予想通りに進んだ。だが一番シュスタートという不利を強いられる、ヌービルは、またしても、安定感を欠き、後半戦表彰台一回の未勝利に終わる。最終戦直前のラリーカタルニアで、オジェに逆転を許し、最終戦のラリーオーストラリアでは、デーニに、シケインに激突し、交代、最終日にクラッシュし、リタイアに終わりチャンピオンを奪われた。また、 i20 クーペ WRC にドライビングスタイルをなかなか合わせられないミケルセンは第2戦スウェーデンで表彰台に上がったものの表彰台はこの1回に終わりマシントラブルやクラッシュ等が多発する不運なシーズンとなったサードドライバーのソルドパッドンがそれぞれ表彰台に2回上がるものの復帰2年目のトヨタが後半戦6戦だけで優勝4回 表彰台5回とポイントを稼ぎラリーギガバイトにて、マニュファクチャラーズを逆転されるとそのままタイトルも奪われ、3年連続で3部門2位に終わっている。チーム代表のミシェル・ナンダンが更迭され、ホンダ WTCC のチーフデザイナーを務めていた、イタリア人のアンドレ・アダモに交代。ドライバーはパッドンが放出され、往年の9年連続王者のセバスチャン・ローブが加入。 ソルドとシートを共有する形で参戦する。ミケルセンが相変わらず、速さを見せられず、2戦終了時点で第4戦、コルシカでは彼ではなく、ソルドが参戦することとなった。また、第3戦終了時点のマニュファクチャラーズランキングでは2大体制のシトロエンの後陣を敗するほどの苦戦を強いられた。しかしその後は、ヌービル、ソルド、ローブが安定して高い位置でポイントを稼ぎ、 トヨタもスペインの最終 SS でのトラブルやクリス・スミイク、ヤリーイコール・マティラトバラの自滅が相次いだため、最終戦をマニュファクチャラーズ部門1位で迎えられた。そして、オーストラリアが山火事で中止となったため、ヒュンダイは史上初の FIA 世界選手権を手にした。ミケルセンに代わり、前年トヨタでドライバーズチャンピオンを獲得したオイット・タナック。 マルティンやルベオやグミが移籍した。開幕戦のラリー・モンテカルロは、ヌービルが最終ステージで逆転し、優勝を果たした一方で、タナックは180キロで畑に突っ込む大クラッシュに見舞われた。しかしタナックは、第2戦及び第3戦では2ーフィニッシュを達成する。新型コロナウイルスによる影響で、半年ぶりに開催された第4戦エストニアでは、 地元出身のタナックが遺跡後初優勝。チームメイトのクレイグ・ブリーンも2位入賞を達成する。続く、第5戦トルコでは、ヌービルとローブが2位。3位入賞。第6戦ラリー、イタリア・サルディニアでは、ソルドが連覇を達成。ヌービルも2位入賞で、今季2度目のワンツーフィニッシュを達成する。最終戦ラリー、イタリア・モンツァでは、タナックとソルドが2位。 3位フィニッシュを果たし、ヒュンダイはマニュファクチャラータイトルを連覇に成功。ワークスドライバー全員が表彰台入賞を達成した。しかし、ドライバーズタイトルはフル参戦のタナック、ヌービルがリタイアやマシントラブルに多く見舞われ、安定してポイントを稼ぐことができなかった影響もあり、最終戦直前のドライバーズランキングは2人揃って1位の エルフィン・エイバンスと20ポイント以上も離された。最終的にドライバーズはタナックが3位、ヌービルは4位となった。フル参戦ながら2人は揃って表彰台に上ったラリーは一度もなかった。また、2020年より、セカンドチームとして、第4戦エストニアより、ヒュンダイに CE コンペティションが参戦を開始、ピエール・ルイ・ルーベが4戦から6戦に、 最終戦は、オーレコールクリスチャンベイビーが出場した。ありがとうございます。